うわー、くっそ、手痛めた。そういえばこの前、すべての装備、すべてのキル手段が爆発物装備っていうのをやったじゃないですか。で、その動画のコメント欄にこんなね、コメントが来ていまして、今度はテルミット武器だけでやってほしい。マンオ、クロスボウ、テルミット、ペリファイアって感じでお願いします。そんなん言われたらやるしかないやん。お父さんに任せとき言ってた感じで、今回こんな感じのローダードを用意してきました。マンオボウにテルミット弾薬。そしてクロスボウにテルミットボルト。そして投げ物にテルミットと。一応このテルミットに関しては、パークの赤パークのリストックとシュラプネルで強化しておりますと。でね、投げ物を切り替えやすいようにアンプを用意しています。緑パークに。そしてこのテルミットを投げやすいように弾薬箱ですね。これでそのテルミットをどんどん補充していって、もう常に投げるみたいな。今日はね、武器テルミットっすね。燃やせって言われたんで、テルミット装備にしろって言われたんで、今回は。しかも、頑丈、クラウンピンみたいな感じに、ちょっと外役っぽいスキン。ちょっとサイコパス、効果魔みたいな。ちょっとマーベルに出てきそうな。まあ、ということで、今回のロードアウトのコンセプトは、ワンピースのメラメラの実。常に敵を燃やします。心も温めたるわ。メラメラの実を食べた全身炎人間、ゴールディエースです。やっていきましょうか。燃やしていくぜ、今回。まあ、とりあえず、敵のいそうな、これ、最強の、これ、攻めの呼吸。おつけ。真面目に戦いよってな感じの声が聞こえてくると思うんですけど、まあ、センターいますよね。こういう、いや、俺、エイムどうした？これ、死んだ、絶対死んだ。え、こんなやばかったっけ？一旦入れといて、大丈夫？とりあえず2回行こうか。あくまでメインウェポンは、このオマオなんで、一旦頭1個の死にも買っていって、頭1個は死にかせるっていうのが、このオマオの強い。あ、これ、お前はもう死んでいるってやつですね。危険！炎帝、大炎帝！ IQ だ！そして、怖いってお前、ちょっとお前は影薄すぎるってほんまに。薄いのは髪の毛だけにしてくれよ。で、一応今回オマホなんで、対空もできるんですけど、これ、お前絶対死んだ、おい、オッケー。いや、今回これあれやね、これサブ。投げ物でキルしたいのよ、俺は。なあ。これじゃない？最強の。これ、刺そうぜ。ぶっ刺そうぜ。ケツの穴に。ほら。ケツの穴見してみ。おい。おい！落ち着け。マジで。爆弾処理。ちょっと待って、今、ツボ、マジでツボ。お前何してんのマジで、お前。お前、臆病者すぎやろ、お前、ほんまに。なあ、幕後ながらに、臆病者って言われるぞ。スネープが逃げ出した時のように。この、臆病者つって、あのスネープも尻尾を巻いて逃げるからな。投げ物の軌道が見えたから、いる、お前はもう IQ だ。これで顔出すな。実質これが最強説。もう一回。なんで刺したら即死やったやんか。これ、なんか足らんのよ、これ。なんか20キロいけそうなような気する。コツ掴んだら。ダンスコストさ、これ全部低スコアストリークにしよう。多分これあんまキルできん。でね、今気づいたんすけど、ガスグレ一回も使ってなかったんすよ。一回心拍センサーにしとく。心拍センサーで見つつ敵の居場所を特定してサーマイトパーンパーンっていう、そういう戦術でいこう。外役の宝石箱や。ということで2試合目やっていきましょうか。ちょっと広いね。なるほどね。3番行こうか、3番。3番2回行って。
まあ、こういうことなんだよな。ちょっと待って、これさ、これ別に、あのね、ほんまにさっきから言ってるけど、煽ってるわけじゃないからな、ほんまに。な、ちゃんとこの COD モバイルにある機能を使ってるだけなんで、この勝てるぞっていう全体チャットを用意した運営さんに言ってください、文句は。そして、いるくね？どうよ。どうする、今回。あ、これか。やばい。こういうことです。わー、いいぞ。なんかコツ掴んできたよね。さあ、まだまだいくぜ。長大丈夫、これ多分エロんな。一旦ちょっと配慮しながら見ていっての。いますね、これ。いや、ちょっといいですよ、ちょっとだけ。おい、いいのか。どうよ。いいよ、こんなところ使っていいんか。オッケー。これやばくね？何やってんだ俺は。もう、え、待って、これ2番おらん？大きいよね。味方助けて、マジで助けて。それやってくれます。俺ヘイト買ってるから、ヘイトスピーチしていくから。野々村議員以上にヘイトスピーチしてたぞ、今。やばい、これ。近くにおんねんな、近くね。ナイスおかしい。いや、これがある。忘れるな、この存在を、こいつの存在を。おい、いいのか、HG。おい、MG いいのか、MG。なあ、M なんじゃないか？どうなんだ？ちょ、これ、体育。これなんだよな。これ最悪じゃない、これ。ちょっと待って。いや、後ろ、センター大丈夫。おい、センター見とけよ、お前ら。来いよ。あ、これやってくれた味方。いや、まだやってないな。こうやって見てーのー。なあ、ナイスやけど。おい、これはやばい。行く。テルミットだ。炎帝、大炎帝、火柱、ホタルビー。そして、もう一回見る。いや、この戦術やばいぞ。インの、オッケー、そこね。ここ、刺され。あー、マジか、こいつやばいな。で、こっち。はい、いや、さすがに死んだ。来た。やってんねえ、親、お怒りですか？危ない。おい！オッケー。いやー、マジかこいつ。勝ちが決まってる時だけ煽ってくるからな。今からオーディンでボコボコにしちゃってもいいねんぞ。ちょ、このさ、死体撃ってきたやつともう一回やりたい。この21キルしてるやつね。そんな俺のことがうざかった？多分これね、チーですでいけば、マッチング合わせれるんよな。どこや、あいつ？どこ行った？多分これ、ここに乗ってると思うよ。最近マッチしたやつで。頼むー、こいつとマッチかぶせてー。やるぞ、俺は絶対やる。ちょ、これさ、オーディン使うかな。いや、どうしよう。いや、プライドがね、戦場を害悪で駆け巡る害悪を浴びせます。炎帝、何おる？いや、腐るよんな。この試合、ほんまにマジでいくわ。いや、おったな、今。わかった、こう。あー、オッケー、了解。こっちみんな俺のせいでよな。殺すぞ、お前。で、ちょ、多分まだおると思うねんな。オッケー、おっつけ。下におらん？おい！で、ちょっと、今回マジで立ち回る、俺。あ、いや、上おるって。いや、上、ちょ、こいつ、おい、うーわー、あー、やばい。おっつけ。怒ったら負けね。怒ったら正常な立ち回りできんぞ。ナイスエビ、ありがとう。で、下おるから、こいつはもう、絶対からなんか、お前は。これ、イージーショットやめろ。ほんまに。ちょっとね、2発当てて引くんでもいいよ。2発当てて引こう。オッケー。よし。あの、最悪相打ちでもいい。最悪相打ちでもいい。で、いるから、またおんのよ。じゃ、下回してよ。こう、どうよ。どうよ。よし。1キル1キルが嬉しい。なんかね、SR おんな。SR、くっそが。おっ。いやー、どうしよう、こいつ。キモいって、あっちげかかったーと。やってんね、君たち。ここ。いけ。よし。絶対勝たなあかんわ。この試合。絶対。てか、あいつさ、さっきさえ撃ってきたら絶対最悪ゴールやろ。キモいわ、あいつ、ほんまに。それマジで下任したで。ちょ、もうほん。やばいって。なんで爆発した俺の弾薬箱。で、ちょ、これでラジ、ちょ、あいつ狙おうぜ、あいつ。どうせ最悪ゴールやろ。なあ、中おらん。
や、これあ、お前、絶対お前ほら、あ、ごめんね湧いた瞬間、ドカーン。オッケー、いいぞ、この打ち合い、この打ち合いしてんので、いや、まだ、ちょ、ほんまにこいつはどんだけ持ってんの。下おんな、いや、下いる。オッケー、ちょ、ほんまに今回ごめんね、実況になってない。今回は男と男がぶつかってる、男と男のぶつかり合い、そんな試合を皆さん見たくはないですか。いや、これが男と男のぶつかり合いか。心拍センサー見ながらな。おやはい、オッケー、よしお前アーティナースキン分かった。おれここでこれよし刺さったよしえこれあれか、足に刺さったらあかんのか。なるほどな。え、ちょ、ほんまにさ、お前なんで金銭使ってんの。ちょ、ちょっと待ってそう、お前いいね押してくんなよ。お前いいね押してくんなよ、絶対に。うわ、マジでキモいわ。うわ、なんかおとなしくさ、オーディン使えばよかった、こいつ。お前最弱で妹ってんちゃうぞ、1位のやつよ。ってな感じで、どうだったでしょうか。これからもですね、こういったのが上げてきました。よし。よろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。バイバイ。